Epoch. Doraemon. 音声付きなのか。ドラえもん。わあ、なんとかして。いきなりよ。なんだい突然。そんな子だったか。ちげえな。実はスネ夫のところに行ったんだ。そしたら、はあ、自慢、定番のあのパターンか。へえ、これが恐竜の化石か。はあ、なるほど。なんでジャイアン持ってんだ。わあ、珍しい。もっとよく見せてよ。はあ、のび太には見せてやんないよ。のび太には見せてやんないよ。そんなことか。ひでえ。のび太の頭で稼ぎの数なんてわからないぜ。相変わらず、そんなこと言わないで。僕には見せてよ。めっちゃ暴れてる。あ、やめろ。あ、ね、飛んでく感じ、うん、あ、おお。あひでえ。あわーん、どうしてくれるんだ、責任を取れ。ああ、これやべえだろ、これ。恐竜の化石を取ってこい。ちげえな、スネ夫どの子だっけ、恐竜の化石取ってこいとか、そんな感じだったっけ。というわけなんだよ。なるほどな。それにドラえもんの力を借りないように。無理だろ、四次元ポケット預けていけって。タイムマシンで行けばいいんじゃん。そんなことできないよ。なんで不可能性の後に生まれたんだ。面白いな、伸びた、面白いな。わかったよ、しょうがないな。言うことを聞けばいいんでしょ。本当？はい。面白いな。お、あー、取られた。取られたっつうか預けた。スネ夫くん、ポケットを預けるけど道具を勝手に使っちゃダメだよ。うんうん、分かってるよ、分かってるよ。そんな感じかなんか。たまになんか声入るの面白いな。なんか嫌な予感がした。当たり前だろ、絶対そんなん無理に決まってんだろ。そんなよ、とにかく行こう。僕ドラえもん、さあタイムマシンで出発。懐かしいな、この声懐かしいな。うわあ、ドラえもんは これだよな。ドラえもん3、のび太と時の宝玉というゲームをやらせていただこうかなと思っております。こんなこといいな、できたらいいな。わ、やべえな、これ。懐かしいな、ちょっと聞いてきてえな、ちょっとこの曲を。なんだっけ、不思議なポッケで叶えてくれるか。空を自由に飛びたいな。はい、タケコプター。ああああ。とっても大好きドラえもん。うわ、懐かしいな、これ超懐かしい。つかこれめちゃくちゃ懐かしいぞ。やべえな、なんだこれ。てかこのゲームね、すげえ面白かったんだよ、すごくね。いや、すげえ名作なんだよこれで。ちょっとこれを、まあ、やりたくなったからちょっとやろうかな。ゲームレベル普通、優しい、まあ、普通でいいだろ。攻撃、ジャンプ、何スパイボタンって、記憶にねえな、全く記憶に。なんだスパイボタンって。やるか、やりましょう。ドラえもん、なんだこれ、あれと同じかもしかして。同じっぽいな。飛ばせないのか。なんとかして、しょうがねえな、飛ばすか。じゃで、おお、タイムマシンを使うと。なるほど。
まあ、スネ夫がなんか企んでる時に俺たちはタイムマシンで、おーい、なんだろう、動かせる動かせる動かせる、ちょっと待って、空気砲、宿屋、どうする、話しかけよう。ん、君たちは未来の人間だな。なんでわかった、イケメンじゃねえか。おじさんも未来の人間だ。おじさん、おほん、かわいそうに。未来から来たジェロ、目的があってこの時代に来ている。恐竜の化石を探している。おじさんひどいなまあな、おじさんってやると結構いい気分はしねえやな。恐竜の化石か、僕も持ってるよ。本当ですか、協力してくれたらあげてもいいよ。はあ、協力、今大変なんだ。未来の犯罪組織ジョーカーが歴史を狂わせようとしている。はあ、何のために、念のために、歴史の試合だからさ。ノーさん、僕未来めちゃめちゃだよ。何をすればいいの。恐竜たちを暴れさせている機械が3つあって、凶暴な3人の手下が守っている。ジェロさんってタイムパトロール、そのようなもんだ。機械を壊してくればいいんですね。ありがとう。右側にある、よろしく頼む。はあ、じゃあ左行こうか。とりあえず左だろ。いい宿屋、おドラミだ。もうお兄ちゃんったら、秘密道具なしでこんな時代まで来るなんて、心配だから歓迎ながら応援するわね。困ったな、あったら導きエンゼルに何でも聞いてね。プレイ、お、変えられるんだこれ。あ、ドラえもん、キャラ変えられるぞ。パスワードで、これメモっておくとその続きからも始められるっていうあれだね。話をする。あー、モグラ手袋を忘れずダメよ。モグラ手袋別に用はない。お前に用はね。帰れ、頑張るか。これなんだっけ。おお、すげえ、うほうほうほう。何か話が、翻訳攻略じゃん、翻訳攻略ねえのか、探していくのか。あ、そっか、道具預けてんもんな。お、なんかいる、なんかいる。そのここに入ろうぜ。お、なんかいるね。うほうほうほう、ダメだな、会話ができねえ。意思疎通が、一ソルすることができねえ。お、なんだ貴様は。ずっと右の方に進みなさい。光ってるドアに入るときは気をつけましょう。なんだあれ、ヒント。結構なんか店っつうかなんかあんねん、結構いろいろな。でもダメか、多分今現時点じゃダメなんだきっとな。あ、ダメだ、多分ダメっぽいね。多分今行ってもダメだな。右っか、ちょっと。まあ、左も気になるけどね。左が非常に気になる。お、うおうお、危ねえ危ねえ、うわぁ、やめろこの野郎、やべ、一発で通せんのか。あ、なるほど。あー、はいはいはい、左下が、あ、まだいるまだいる。左下が自分の体力で、右下のやつが今一瞬出てきたのがあれか、敵の体力か。なるほどな、一発で倒せるってわけじゃねえんだな。いや、無駄に食らっちまったよ。無駄なダメージを食らっちまった。おらおらおら、おらおら、行くぜ。話しかける。今日壊してくれたの、頑張ってない。頑張ってくれ。なんで弱らせんの俺たちに。まだ約束の化石を取ってないからな。スネおめえ、ふざけやがって。やべえな、ちょっと待って。うわ、なんかいる。やべえやつがいる。お、この今はね、青いやつが、あれ、金なんだよ。この世界の。で、これ集めると、なんか武器とか買えるんだよ。うわ、やべえ、死ぬぞ、これ。なにここ。入れねえな。音符なんかあるな、ここな。とりあえずやっていくか。お、くれ。たまにはこういう、まったり系もいいよな。ほらほら。これ入れないのかな、これ進めねえのか、このまま。ノーケナっぽいね。やべえなの、これ。くそ、やめろ、ベーベー。ほらほら。食らいやがれ。おお、ね、熱心。熱心、危ねえ。頭のいい。うわ、危ねえ。やつのトリプルアタック。罠だな、あれは。くれ。なんだこれ、怪しいな。下が怪しいぞ。下が怪しいけど、ちょっと上。なんかこれ落ちれそうだね。いけそうじゃねえか？お、なんかいけた。か。あれ？ちょ待って。あれ？もしかして、戻ってきてないか？あ、違うな。あ、どこだこれ？あれ？なんか見覚えがある。見覚えがある気がするんだが。いや、絶対これさ、あれだろ。絶対やってしまったら。あー、やべえ。死ぬ。やべえ。くれ。
体力の回復をくれ。なんということだ。くそ、なんということだ。これやばいぞ。乗って死んだ？やばい。回復をしてくれ。あ、でもなんかあるぞ。あの左下はなんだ？あのな、空気砲の隣にあるようななんか。ちょっと、ドラミ頼む。お前の力が必要だ。元気を出してお兄ちゃん。これなんか来たんじゃないか。これで体力回復だろう。俺の予想だと。おーし、やったぜ。これでさらなる快進撃に突き進むことができるぜ。どけ、貴様らに用はない。俺が用があるのは目の前の宝だけだ。お宝、トレジャーハンターよ。おらおら、なめるな。この俺の鍛え抜かれた精神を。ハート落ちな。あの左の足場からじゃないといけねえんだよ。危ない、これ何気に落ちたら危ねえな。落ちたらあれだな、最初からやり直しなんだな、基本的に。じゃあこういう川とかも多分死ぬんじゃなくて、やり直しっていうパターンか。何これ。まっすぐ行ったとこ、ここは何？なんでドアが光ってんだ？てれててれて。おー、なんかゴリラエモンみたいなやつがいる。なんだこいつ。おー、ボス戦じゃねえかこれ。簡単に倒せんじゃねえか。やべ、くる。なんだこいつは。基本何もしてこないよね。お、なんか怪しくよかった。汚ねえな。汚らしい一撃。このよ。なんだこいつ。手になんかつけてるぞ。未来人のような格好してるような。全然大したことないな。あ、なんか、なんだこの変な機械みたいなやつ。何これ。飛んでった。パリン。なんだったんだ。おお。かっけえな。このファンファーレよ。シャキン？ロックマン X っぽいな、なんか。あー、で今のがバリアだったな。お前、やべえな、あのジェロってやつよ。危ねえことさせんなよ。え、なんであんな音させたの、あの人。ひどくね？あ、戻ってきた。ショートカット。お前、どういうことだ、お前。もう危険地帯だろ、あそこ。壊したんだけど、おー、伸びた、お前もよ。化石をあげよう。うん。信じることにした。うん。恐竜の化石を手に入れました。やったじゃねえか。どこにある？わからない。村人が何か知っている。現代に戻って、ああ、それで翻訳翻訳を使って村人と会話できるだろうか。なるほどね。勇気を信じている。そう言われると照れるな。よし、じゃあ次回に続くといたしましょう。